どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、今日も登場していただきましたハニーさんでございます。ハニーさんどうもこんにちは。2人で登場するということはいつものあれが始まります。はい、夫婦でセッション、ウクレレでセッションしよう。皆さんも一緒に、コードとね、歌詞を出しますんで一緒にセッションしてまいりましょう。今日のテーマソングはいいよね。この間ガズレガズクラブの、オンラインライブ配信でもうめっちゃ盛り上がった曲をここでシェアしたいと思います。パフィーの歌う愛の印、これねめっちゃいいんですよ。今これもカジュアルに歌いたいね、ロックな曲でございます。はい、これね、ウクレレいいな、私もやってみたいなと思う人いるでしょ。これ簡単にできますから、ウクレレってぜひ始めてみてください。ここにリンク貼っておくんでね、ぜひウクレレ興味ある方始めてみてください。そしてね、演奏終わった後ね、ちょっとまたご紹介もありますんで、最後までぜひともご覧になっていただければと思います。それでは愛の印、はい、2人で夫婦でセッションやってみる。ワンツーワン、ツー、スリー、フォー。せーの、さん。柔らなハートがしびれる。心地よい愛の刺激。わけもないのに輝く。それだけが愛の印。いつかあなたには。愛の印、いい曲ですよね。これね、簡単だなと思って舐めてたら結構奥が深いんですよ。これ実は特にここね、少し強くなるドンスッとドン、ほう、ここね、ここがね気持ちがいいんですよ。これねよかった、皆さん一緒にセッションできましたかね、またちょっと何回かやってね、コードも出しておいたんでやってください。このパフィーの愛の印の濃厚ガズレレレッスン動画、ここに貼っときますんで、ここでもう一回ねしっかりレッスン動画でもう一回やってくださるのも楽しいと思います。はい、ちょっとこれ来てよ来てよ、11月11日ガズレレの日ですよ。11月11日はほら見て、ウクレレの弦みたいに11111が4本でガズレレの日ということで勝手に制定しております。いつもだったらねリアルイベントでもう超盛り上がるイベントなんですけども、今年はしょうがねえ、オンラインで開催だー。これは世界中から皆さん参加お待ちしております。これの詳細ここにリンク貼っときますからね。これはねもう内容盛りだくさん、めちゃくちゃプレゼント企画も山盛りですよ。いろんなコンテンツ山盛りなんでちょっとね確認してぜひ皆さん、オンラインで会いましょう。11日ってもうすぐですからね、よろしくお願いします。はい、楽しく音楽していきましょう。詳しいことはいろいろガズレレ.com見てもらったりいろいろ書いてありますからね。はい、音楽はねやっぱ聴くよりやる方が楽しい。こんな夫婦でセッションとか最高だね。もう暑いよもう本当に。ありがとうございました。それじゃあガズレレでした。さようなら、バイバイ、またね。